空気神社の飛空気神社は山形県西村山郡朝日町の朝日山地にある朝日自然館敷地内にあるモニュメントであり信仰対象の神社ではない。設立のきっかけは朝日町民の市川千代が1975年3月の広報朝日にいて人にとって最も大切な空気に感謝する。 空気神社を作ったらどうかと提案したことである。市川の生前には実現しなかったが、その言葉を覚えていた町の有志によって、町おこしの一環として空気神社が造流された。神社の設計はコンペで選ばれ、東北工業大学の谷津賢治の作品が最優秀賞となった。地上には5メートル四方の鏡面仕上げされたステンレスが敷かれているのみで、屋根。 柱、壁を持つ建物はない。その下に4.3メートル四方、3メートル深の地下室があり、四隅に鳥居状の柱があり、ステンレス状で舞が行われる際、足音を増幅するためとされる12個の素焼きの瓶が置かれる。世界環境デーでもある6月5日に、朝日町が空気の日と制定し、例年この空気の日と、最寄りの土曜日、日曜日に、 空気祭りを行っている。この日、インタープリターを介して、配電内部に入ることができる。1990年に空気神社名で、商標登録がなされた。ありがとうございます。